こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回はバンプ高校で型精神理論いきたいと思います。早速いきましょう。で、今回招き猫持ってきてます。で、友達スタンプも持ってきていて、使いました。本当はここで使いたかったんですが、一回、NG 出してしまって、使った後に一回戻って取り直しをしているので、今は一個しか持っていません。で、イベント時こんな感じです。岩井くん、ブロンコ、友沢、金倉、のみ、メールちゃんと。で、メールちゃん、あとは岩井くんとブロンコ。このあたりが45になると試合経験点が 30% 乗るんですが、残念ながら僕の岩井くんとブロンコは、成長途中ですと。ぜひぜひ45の方はこのデッキ試してみていただければと思います。さあ、行きましょう。お、どうしよっかな。ま、できたら、メンタルの脳みブロンコ、この辺を先に上げていきたいですね。そうすると練習しながら評価上げていけるんでね。あとは魅了の、吸血コマンドですね。が出てくれば、出てきた人が集まってればか。バシバシ使っていくのは序盤ありかなと思います。お、早速、頼む。5人集まれ。5人集まれ。肩に5人集まれ。ラッキーボール。オッケー。んで、吸血していいぞ、普通に集まってたら。ブロンコ1。強奪。ブロンココツ強いですからね、普通に。本当にアーティストの成功率がもうちょっと高いとかなり使いやすいかなっていう感じですね。もう全然集まってくんないぞ。吸収。おお、ここで魅了したかった。お、いいですね。さっさと走ってほしいやつ。上限上がりますからね、体力の。祝い。意外性と、なんかもらったよな。ラッキーボーイか。お、強化いいですね。飲み来い。祝いのコツ終わった。おー、いいですね。笑いに変えて10あげます。友沢はこれで評価上げていくのが本当無難かなと思います。これ、ここで強化したら結構強いんじゃないか。61。まあ、それなりですね。いっちゃっていいですね。よーし、のみ、ナイス。で、金倉。おー、ブラッドタックもいいな。どうしましょうかね。ただ、金倉のコツ結構大事っちゃ大事なんですよね。うわー、くれない。よし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 。招き猫、走りますね。危険は承知の上。いいですね。メンタルいきましょう。刺激。刺激もバンバン使っていきたいですね。型精神の時は。おー、いいよ。脳み確か。脳みじゃねえや。岩井くん終わってましたね、コツが。ラッキーセブン。なんかコツついてるな。ムードか。メルちゃん、ムードと体当たりあるんだね。違う違う。コツをくれって。ようやく行き始めたし。ナイスナイス。いいぞ。魅了いらん。精神光ってくんないかな、そろそろ。肩。おー、メールちゃんかな。
うん、メルちゃん行きますか。はい、あたり。お願い。強化になって。吸収まずい。ふん、してくれない。まあまあ、それなりですね。おお、死にかけている。これダメだな、さすがに吸収しないと。220体力回復する。体力の最大値が12アップ。やばいな、これ。わー、やる気が下がるやつ。にしても悲観ねえな。やべえな、この悲観な騒ぐは。頼む、誰かくれってこつ。お、金倉。お、刺激いいですね。だからコツくれって。刺激していきたいけど、友達はまだか。ちょっと行っちゃうかな。いいか、これは。遊ぶ。友沢はなんとか、イベントで、あと5ポイント上がれば多分行くと思うんだよね。そうだな、これ刺激するか。それよりは。いや、吸血待ちにするか。うわー、これ、あんなに緑長いのに。ナイス、モフモフ。ノート。矢部くん、ごめんね。お、能力アップ。精神で、吸血以外にマジで。ちょ、強化、刺激。強化。うーわ、魅了。精神でもう一回耐えられないかな。おお、刺激刺激、頼む頼む、耐えろ。そして肩に集まれ。よし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 、肩集まれ。ガツガツガツ、肩ガツ。友沢だけか、まあしゃあないっすね。初詣行く必要もなかったかな。うん、まあまあいいでしょう。よしよしよし、強い強い。ここからバシバシ稼いでいきたいですね。自制協力すればいいか。うん、友沢1。まあ行きましょう。コツ大事なんでね、友沢の。阿部ひ。自分でなんとか。一人かーい。来ねえな、マジで。休みますか。腹はない。で、下かな。なかなか強いな。やっぱ友沢絡むとなかなかいきますね。未了。頼むから刺激か強化来いって。肩。ランダムイベ。いやー、セク1が良かっただけにな、そこそこ。
おう。ブローンコ行きますか。強奪。ナイスやべっち。もういいっすね、強化。いぶし銀ナイス。お、動きらなかった。おお、これ強そう。ここの敏捷強そうだな。300ポイントナイス。全然刺激が、まるで刺激できない。うん、いいですね。ただやっぱ3人以上絡まんと迫力はないですね、そんなに。よし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 。うん、一人ならパスだな。とにかく肩と精神踏んで練習レベル上げたいですね。金くら、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 コツください。うん、安定の脳みくれるな、ポイント。パワヒまだですからね、弾道上げて、ある程度、打撃能力上げていきましょうか。肩精神ね。よーし、2打席ナイス。バシコーン。刺激絡みたいっすね、早く。強化もな、強いけど、やっぱ1回で300、まあ、しか入んないですからね、言ってみれば。実験でね。よしよし、強い。友沢万歳。刺激。3人以上固まれ。どうしよう、これ。ブロンコもいるな。悪くない気もするけど、休みましょう。課金、ナイス。結構成功しますね。ほい。よしよしよし、この2人。あとは友沢が絡んできてくれれば。脳みも終わった。ね、ほんとかなり掴むな。二人。うーわー、こっちの方が、美味しい。で、いぶし銀。うん、ナイス流し打ち。成功した。かなり。
かなり成功した。イエース。友沢絡んできて早く。うん、セクさんはそんなに悪くないですね。ちょっとセクニが悪すぎたな。セクニ900点ぐらいでしたからね。お。あら。少し逆境ないとかなりきついな。あと1ターンか。じゃあいきますか。刺激ナイス。うん、肩レベル4になりましたね。チャンスが欲しい。うん、ダメか。刺激ノーミ。魅了いらん。我慢。お、成功かな。ブロンコメンタルいきますか。おいおいおい、魅了いらんって。初めて成功見たわ。おお、いいっすね、強いわ。刺激してくれって。精神を鍛えよう。で、ピコピコしてると。ほーんと、これで祝い耐えたら結構刺激狙いだな。うわー、5奪か。朝方興奮しない。平気、適当に選んでいきます。おい、この3人来てるけど。強奪が。強奪発動？いやー、しゃあないっすね。おお、素晴らしいな、これ。内藤ちゃん。うん、ちょっともったいなかったっすね、今のは。刺激。うん、肩骨も入ったし、あげるか。結構精神入ってますね。臨床がきついな。うん、臨床がとてつもなくきついっすね。うおおお。で、おお、まんまいきますか。ナイス、ブロンコ。さあ、しっかり勝っていきましょう。ヤンダ製造機取るとかなりきついな、技術。うん、やっぱり序盤の魅了、あとは刺激をバシバシどれぐらい絡められるかが
このデッキは大そうな感じしますね。オッケー、危ねえ。ほんと危ねえからな。このゾンビ軍団。ん、岩井乾燥しないとこのままじゃ。能見パワヒ。自分でなんとか。おお、まあまあまあ悪くない。パワヒ欲しいけどな。強奪。うん、金倉連れてきているとなんか起きないみたいですね、彼らとの絡みが。いや、チックショー、これ型精神難しいな。お待たせいたしました。リードで迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で神林、どうにもこうにもまだ足りないなって感じしますね。ダブルタックじゃやっぱ迫力もないしな。先ほどホームランを放った神林、2人くらい肩に止めて、まあ、トリプルクワトロ、この辺を狙いながらっていう感じの流れになるんでしょうね。精神2よりも精神1で5枚肩組んだ方がいいかもしれないですね。今日2打点を挙げています。うん、桜の宮だな。投げた、打ちました、痛烈、いった、入った、入った。桜の宮か、飲み外して桜の宮ってすごい選択だな。これはいい当たりだ、いった、よし、オッケー。でもまあ本当に改善、まあつくもがいれば一番いいけどな、いないからな。ラッキー。おお、ここで4人来ますか。4人2人。ナイスナイス。これ、うまー。これをバン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 見たいわけですよね。よし。強。しかも、刺激になった。一人、ブロンコも一応いると。まあ休まんと話なんないからな。おお、どうしますかね。どうしましょうかね。休むかな。これ言って飲みに期待しとく。お、アンダ製造機のコツをつかんだ。緑が多いのかなと、アンダ製造機になるのかもしれないですね。友沢、よりいらなくなったな。友沢、新しい友沢来ないかな、本当に早く。でもすごいですね、友沢と、ブロンコ通してますからね。バンプリードで迎える3回です。先ほどホームランを放った、あっと、いった、入った、入った。いや、肩5万円やるしかないな。追加点のチャンスを迎えました。能見を外すのは本当に忍びないで。いった、入った、入った。さっきみたいなやつがありますからね。バンプリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で神林、今日4パワヒ、パワヒくんねえかな。おお、多分。ま、お休みですね。メンタルいくかな。まあ、回復量大丈
丈夫かな。まあ遊びますか。パワヒーください。パワヒーを消耗します。お待たせいたしました。バンク追う展開で迎える1回です。ツーアウトランナーなしという場面で、友沢とメイルちゃんいてパワヒー取れないって結構ですね。第2球投げた。あとやっぱ広角打法をくれる、そうか、カニクラもいるのか。広角打法をくれるキャラがどうしても肩いないのでなかなか厳しいですね。そこはバンプリードで迎える3回です。先ほどホームランを放った神林、インロー際どい球ボール。第2球投げた。さらに伸びていく。よし、見上げた。勝ち名乗りを上げていく。バンプこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番神林、今日2打点を上げています。第2球投げた。いったか、どうだ、入るか、ヒット、ボールはセカンドへ。神林、いいバッティング。やばい。同点で迎える8回です。今日2本のホームランを放っている神林、外れた、ボール。投球これから2球目、ボール。内角低め、カウンター2ボール。投げた、ストライク。ここ打たないと負ける可能性あります。投球これから4球目、いや、よかった。パーヒーください、マジで。オッケー。頼む、集まれ。みんな仲良く。いやー、厳しい。肩いきますか。で、パワヒー取れないな、多分ですね、取れない。特にもういいかな、この辺は。チャンス、せっかくもらったんだ、生存機盗塁率いいか、こっち伸ばすか。いや、友沢メールちゃん、金倉でパーヒーなしか。ワンアウトランナー一塁という場面で神林投げました。アウトコース高め、ボール。第2球投げました、打ちました、痛烈。勝っていく、なんとかね。高めのストレートなら入るか。クリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは神林、今日2打点を挙げています。第2球投げました、スライダーボール。カウントは2ボールノーストライク。投げました。やべやべやべ、詰まった。打球が転がっている。神林。バンクリードで迎える5回です。今日2本のヒットを放っている神林。いや、入んね。フェンスに当たった。神林ツーベース。やばい。試合もやばい。バンクリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で神林。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。サイクルヒット。第3球を投げました。入んねえな、アウトだな。掴みました、ボールは中継。大丈夫かこれ試合。おお、なんとか勝てましたね。よしよし、ひとまず完走はできました。どれくらいだろうな、6000点ぐらいは超えたと思うけどな。彼女いないんでね、エピローグはない。まあそれなりって感じですね。で、どうすかな、外野手。パワヒは取るか、さすがに。チャンス。もったいないな。気分や盗塁アシスト、肩
ダイスやめる？さよなら満塁って感じですね。いいか、得乗りますか。そうですね、内野安打。あと取れるもんないか。うん、あっき打ち。おい、できました。 S さん、いやー、ちょっと肩精神どうなんだ。ちょっと今回は絡みがなかなか難しかったですね。なので、まあ、桜の宮入れてちょっと5人でやってみようかなと思ってます。うん、4人じゃちょっとやっぱやる気が確か好調だったと思いますけど、それでも400点ぐらいしか入ってなかったので、ちょっと5人で、まあ4人5人で連発して刺激で組んでいかないとちょっと未来がなさそうな感じはしますね。なのでまた桜の宮入れてやってみたいと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もし遊びに来ていただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。